はい、それじゃあ続きやっていきたいと思います。今第2章やってます。流血の町アルカーナスで魔女のねぐらを探せということで、地下室行きたいと思います。さりげなくね、壁に女性がいるのが怖いです。外れたら、あなたが存在していないように感じることが。意外とマップが使い回しなんですよね。神々が祈りを聞いてくださった。カルディウムで難民たちが待ってるわ。助かったなんて信じられない。これで OK か。捕虜っていうか捕らわれた人たちは助けたかな。もう一個が本命かな。本命っぽいっすね。なぜなら守備隊の人数が違う。釣って外れたりして、何罠なのか。前のことだ。今回も失態を犯し、世に裁かれることを望んでいるのだろう。本命かと思ったら外れっぽいね。痛恨の極みだな。仕方あるまい。まだ囚人がいた。しょうがない、上行くか。罠が足りない。結構広い町ですね。お、やっと矢印マークが出たね。この上の方にはあれですかね、あのいないですね、閉じ込められた囚人たちが。まあ囚人なのか普通の人たちなのか一般ピーポーなのか分かんないけど。また出た。カシム前哨基地におけるお前の救いがたい集体について、世も危機を読む嘆かわしいだが、少なくとも敵の感情を見つけることができた。この女とその仲間たちを抹殺すれば、この醜悪の世界は世のものとなる。そしてお前も。また日が沈んだ。カルディウムを蝕んだ突然の狂気もまだアルカーナスには及んでいない。
ザカラムの祝日には頭巾をかぶった巡礼者が殺到するが、あの悪魔どもは町に近寄ろうとはしない。門の警備を2倍にすることにした。状況が変わった時のために体制を整えておかなければ。これいまいちか。これいいね、65。まず売りたい、まず修理して。意外とポンコツなんですよね、なんか知らんけど。まあどうせ装備しないやつは売っちゃうと。これはちょっともうちょっと持っとくか。よし、続きいきたいと思います。この上だね。魔女のねぐら、それにしてもすごいグロテスクなとこだな。拷問するためのこの壁にあの手錠みたいな引っ掛けるやつだらけですね。貴様の魂を形なき世界へ送ってやろう。貴様が殺した者たちが待っているぞ。ほざいていろ。貴様が私にかまけている間にベリアル様のこの得体が例の魔女リアを捕らえた。じきにあの女の力はベリアル様のものとなるだろう。これ第2章のボス戦かな。これ一緒に旅してる人がリアじゃないんだ。あ、エンチャントレスタイルは違うんだ。超びっくり、超びっくり。あ、また氷の魔法か。あと逃げていかない、地味に効くか。2倍ランプきた。あなたの魂に安息を。デッカード・ケイン、マグダの教団がこの地を荒らすことはもうない。マグダは闇に飲まれていた。悲しいことね。終わりか。なんかいいのゲットしたかな。あんまりいいのないね。あれ、アイテムないじゃん。まあいいか。あっさりでしたね、ボス戦。じゃあ戻ろうかな。戻らなければ。新しい外見を獲得。私が加わった時、教団は弱く、怠惰を貪っていた。三大悪が封
新しい外見を獲得。マグダは崩れ落ちる直前に主である悪魔の王ベリアルが人間界を支配すると言い残した。そのようなことはこの私が許さない。ねえ、新しい品物が入ったの見てってよ。あれ、鍛冶屋いなくなっちゃった。ちょっと鍛冶屋のシステムいまいちわかんないな。一回こだわりたいと思います。第2章終了かな。次は第3章からですかね。はい、ありがとうございました。またお願いします。